作品全体にかなりシミが発生してしまっている状態です。茶色い点々点々点々点点点っていうシミがブワーって全体に出てしまっているので、本来持っている実力がお客様に届くように。はい、どうも、掛け軸塾の野村です。今回はこちらの掛け軸の仕立て会をご紹介させていただきます。こちらの作品、剣本に書かれている作品なんですけども、作品全体にかなりシミが発生してしまっている状態です。こういったところにね、シミがたくさん発生してしまってますね。茶色い点々点々点々点点っていうシミがブワーって全体に出てしまっているので、まあ、作品鑑賞する上ですごい邪魔になるなと、まあ、気になりますよね。こういったねところにもシミが出てますけど、人のところとかにもこう出てるね、人と同じぐらいの大きさでね茶色いシミが出ているので、まあさすがにちょっと鑑賞の妨げになるなと思いますね。気になりますよね。絵自体はねすごく綺麗に描かれている作品なんで、これは嵐山かな、京都の嵐山の風景を描いている作品だと思うんですけど、すごいね霧のこうもやがかかっているところとか、うまいこと描かれているし、木の描き方とかもねすごい緻密に描かれてて、で自然のこの雄大さと対比して人間が、まあ人がこういかだを漕いでるっていう、こう自然との対比、それがすごくいいコントラストでまとまってる作品だと思うので、本当ちょっとこのシミが惜しいなという感じがしますね。このシミが抜けたらすごい綺麗になるだろうなと思います。以前の動画で資本に関するシミ抜きっていうのをご紹介させていただいてはいるんですけども、剣本っていうのは今回が初めてです。で剣本と資本、微妙にシミの抜け方とか薬剤の使い方っていうのが異なってくるんです。まあ、薬剤を変えたりする場合もあるので、剣本でかなりきついシミが出てしまっている場合は結構そこら辺の塩梅が難しいので、個人的には資本の方がまあ、まだやりやすいかなとは思ったりします。さあ作品をきれいによみがえらせるためにしっかりと染み抜きして仕立て替えをしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、旧裏打ち紙を全部除去し終えました。これから染み抜きの作業に入っていきます。はい、それじゃあ今から剣本の染み抜きをしていきます。まずね、養生紙って言って特殊な紙を置いて、その上に作品を置いて、でそのまた上に養生紙を置いて水をかけていきます。染み抜きの作業はこうやってハケで作品を触るので、直接ねダイレクトにこのハケが当たってしまうと作品を傷つけてしまったり絵の具が触れてしまったりする恐れがあるので、この養生紙というのを上に敷いて上から作品を触っていくようにします。では染み抜き剤をかけていきます。染み抜き剤の濃度も作品によって変えていくんですけども、今回の場合はまあそんなに傷んでないので、まあまあ普通の濃度からスタートして大丈夫かなと思います。これがね、作品がめちゃめちゃボロボロの場合はもっと弱い濃度からやっていって、ちょっとずつ強めていくようにしないと作品が損傷してしまう原因になるので注意しないといけません。はい、作品に染み抜き剤を一通りかけ終わったので、これでしばらく時間を置いて様子を見てみます。はい、しばらく時間が経って様子を見ているんですけども、最初の方ここら辺にたくさんシミが出てたと思うんですね。人と同じぐらいのシミがありましたよね。それがシミ抜きで綺麗になくなっているのが分かります。まあ、これぐらいだったら裏打ちしても多分シミ抜きの残りの茶色いのが出てくることはないと思うので、
ここら辺で染み抜きの作業を終了しようかなと思います。はい、おはようございます。染みの方がしっかりと抜けましたので、今から裏打ちをしていこうと思います。糊をまんべんなく裏打ち紙に塗り終わったら、裏打ち紙についているホコリとかゴミを取っていきます。結構ね、本番入っちゃうんで、しっかりと取らないと作品にこのまま裏打っちゃうと、作品と和紙の間にゴミが入っちゃって、下手をすると作品が出来上がった時に本紙作品からその中のゴミが見えてしまうみたいな不具合が発生するので、なるべくねしっかりと取ってあげます。よっぽど大きい濃いゴミとかじゃないと裏打ちしてもその作品から見えるということはないんですけども、まあエチケットとして、自分ルールとして、なるべくねゴミを取る癖をつけておくことが肝心です。はい、では今から裏を打っていきます。このハケで裏を叩く音っていうのが表具屋独特の音だなってよう思いますね。独特の音ですよね。他の現場でこういう音が聞こえることはないんで、まあ、個人的にこの好きですけどね。表具屋で唯一聞こえる音じゃないかな。この音すごい好きです。表具屋しか奏でることができない音なかなか変わってる感じですけど、あとこのシャカシャカか、このハケで吐く音、これも独特ですよね。よし、ではね、この板に張り込んで乾燥させてしばらく待ちます。これで肌裏打ち終了です。お疲れ様でした。はい、裏打ちの方が終了いたしましたので、今から生地の段取りに入っていきます。まあ、綺麗に、ね、シミの方が抜けているので、まあ、この作品の良さを引き立てるような生地を段取りしていきたいなと思います。まあ、生地の選定っていうのは、ね、いつも結構悩むんですけども、正解っていうのは特になくてですね、いろんな人のアドバイスっていうのも、まあ、あるんですけども、まあ本当に人それぞれ価値観というか美意識が違うので、まあ絶対これがいいっていうのはね決めれないですね。だからまあいろんな経験の中で、自分が今まで選んできた記事をお客さんに見ていただいて、でお客さんの反応、まあ、これええなとか、これあんまり私好きじゃないわとかいうのをいろいろの経験の中で、まあ大体これぐらいの作品にはこういう生地を合わせたらお客さん喜んでくれるんじゃないかなっていう、そういう経験がね、まああるので、なんとなく推測が立つので、まあそれとあと予算とお金合わせて生地の方を選んでいくようにします。まあどうしてもね予算があるんで、使える生地の幅っていうのももちろん限られてくるんですけども、ただね、いい生地を使ったからといって作品がめちゃくちゃ映えるというわけでもないのも事実なんですね。これもまた面白いところで、例えばめちゃめちゃ高価な本金のブリンブリンの生地をこんなやつにつけたら多分作品死んでしまうんですね。作品よりも目立っちゃダメっていうのが唯一絶対の鉄則ルールなので、まあ、作品を引き立てるいいバランスになるような生地、いい引き立て役を選んでやらないとダメです。まあ、それをね経験の中で、まあこれがいいんじゃないかなっていうのを選んで段取りしていこうと思います。
はい、生地の段取りが終了いたしました。実際の作品のね、寸法に合わせてカットしてるかどうかっていうのを確認して次の作業に進めるんですけども、特に問題なく間違いなくカットはできております。それでは次の作業に行ってみましょう。はい、こちらケンポンの作品の染み抜きが完了いたしました。最初はね、全体的に茶色い染みがふわーって出てたんですけども、まあ、綺麗に抜けて作品本来の魅力っていうのが蘇ったと思います。今回作品に合わせて選んだ表層の生地も作品の空気感っていうのを非常にこう引き立てていて、まあ、より味わい深い作品に全体でなっているかなと思います。はい、影軸の修理のご相談で、まあ、多いのは今回のようにシミが発生してしまったり汚れが発生してしまったりっていうそういうご相談なんですけども、まあ、やっぱりシミとかね汚れがあるとこの作品が本来持っている魅力っていうのを十分に発揮できていない状況なので、まあ、それっていうのは描かれた作者さんにとってもやっぱり不本意なことなんじゃないかなと思っております。まあ、弊社としてはなるべく作品の魅力が伝わるように本来持っている実力がお客様に届くようにこういったシミとか汚れというのを除去できるよう日々努めております。今回のように掛け軸のシミとか汚れに悩まれているお客様いらっしゃいましたらぜひ気軽に弊社の方にご相談いただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、弊社では今回のように掛け軸や表層に関するさまざまな情報を発信しております。面白いなと思われた方、興味ある方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうも今回もありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。